入管法が参院本会議で審議入りというね、続いて深入りまいりましょう。それで新たな在留資格については、先般も、はい、まあ、この表ですね、特定技能1号2号ということ で、まあ、この特定技能2号の方ですね、条件を満たせば永住元永住の道が開かれるという、はい、この2号に関しては、まあ、ここに至る人というのはもうほんのほんの一握りだろうというふうに政府は言っています。しかしね、まあ、そのこの特定2号かどうかこうかという話ではこれなくてですね、再三申し上げているようにですね、例えばドイツはそもそもガストアルバイターという、つまりゲストの働き手として入れたんですよ。ところがでそれ1回は帰ってもらったんだけれども、要するに5、60年代からずっとその戦後復興で人手が足らなくなりました。その人手不足だっていうことでしょうがない、一時的に外国人を入れようと言って、トルコからどっと人が入ってきました、はい、でその後、まあ、景気がむしろ下含みな、こうだんだんですね、沈静化していって、どちらかというとちょっと景気が悪くなっていった中で、もうこれ帰ってもらいましょうと言って帰ってもらったんですけれども、その期限付きの、ね、ガストアルバイターの人たちに、でももう一回呼び戻す羽目になるわけですよ、で呼び戻す羽目になる時には前と同じ条件では、要するに単身出稼ぎに来てくださいではなかなか難しいということもあって、その人たちに家族の帯同を許す、それから年数ももっと長くいていい、永住の道を開く、そしてさらにはそのまあつまりドイツ国民とほぼ近いですね、まあ福祉のね、与えていくというこういう条件に変わるんですよね。でそれはどうしてかというと、もう特定分野が その仕事にドイツ人がつかなくなって、その分野はもう全部外国人が担うというのが、そういう社会になってしまうからなんですよ。そうするとやっぱり一種の階層秩序のようなものができますし、固定されかねない、固定もされますし、結局そうすると外国人なしには社会が成り立たないということになりますからね、もう今だんだんそうなりつつありますけれども、はい、視聴者の方から引き続きメールがいただきましたので読ませていただきますね、はい、40代女性の方から、いつも楽しく拝見しております、恐れ入ります、ありがとうございます。今話題の入管法改正新在留資格についてです。先日こんなことがありました。IT 関係でとても優秀な留学生がおり、即戦力になりうる人物だったので大手企業へ役員経由で彼を紹介しました。しかし彼は大変優秀だが、優秀すぎて彼をマネジメントしたり指示を出したりできる社員がいない、なので残念だが採用できないと断られました。海外から優秀な人材に来てほしい、しかし優秀すぎても扱いに困るという企業の本音が見えました。人手不足を理由に海外から入れることばかり考え、国内で優秀な人材を育てるという考えに至っていないような気がした出来事でした、というご報告を頂戴しました。ありがとうございます。その優秀すぎるっていうのはどういう観点からなんでしょうね。ケースとしてはね、こういう場合もあると。まあ、日本人はよく婉曲和法を使うから本当は別のニュアンスがあったのかなというふうにも思ったり、でもまあこの方がね、それをそこもちゃんと分かった上で多分紹介されたんでしょうからね、はい、というね、こういう場合もね、はい、まあ、なんて言ったんでしょうね、まあ、私もね、その外国人をやっぱりこう使っていくっていうかですね、仕事の上でこう管理していくっていうのは非常に難しいということを自分自身も実は痛感してまして、はい、私すごく零細な会社を自分でやってるんですけど、はい、外国人を雇用したことがあるんですね、でやっぱ大変ですよ、日本語がかなり堪能な、外国人でも、考え方が違いますからね、私が大変というよりも、一緒に働いてる日本人のスタッフがやっぱり大変なんですね。ですからそのなかなか日本の組織の中でね、特に私たちのような仕事の場合は、なんて言ったらいいんでしょうね、その仕事自体デスクワークもかなり多いですし、細かい仕事も多いし、
でその上さらにその人とのこうコミュニケーションっていうことも多いじゃないですか、そういう点ではやっぱりちょっとこう文化の違いっていうものがいろんな大きな問題に発展しかねないっていうこともありますからかなり難しいんですけれどもね、だから日本人の側が要するに外国人を使うと、まあ、使うって言い方悪いですけれどもそういうことの中で気をつけなきゃいけないことはいくつかあるなっていうふうに思ってます。まず一つはですね、日本的な気遣いっていうのが時として邪魔になるんですよ。多くの外国人は例えば日本の文化が好きだったり、日本の文化にかなりその馴染んでる人でも、外国人である以上、日本に来たら、まずは稼ぎたいんです、稼ぎたく、あんまり無駄なことはしたくないんですよ、ですから、その日本人が求めるようないろんな無駄と思われる部分とか、あるいはその変に濃密な人間関係とかそういうのいらないんですよ。でも日本人はね、やっぱり自分たちの仲間に一日も早くなってほしいと思うがあまりに、いろんなことをこうそういう人に求めてしまうわけですね、これが大体間違いのもとですね、一つは。飲み会誘っちゃったりとか、飲み会誘っちゃったりとかも、まあ、あんまり余計なことです、大半。一緒とか行くとか、大半余計なことですね、ですからそういうのは良した方がいいですね、だから割り切る関係っていうのをどれだけうまく作るかっていうことが外国人に対しては必要になってくると思います。それが結構できないじゃないですか、日本人は。できる、できないというよりなんかこう未知のね未知のそうそう、それとね、日本人はね結構その知らないお友達がやってきましたと、そうすると知りたいわけですよ、その人のことを。でいろいろ聞いちゃったりとかするんだけれども、それも良した方がいいんですね本当に知らないお友達じゃないので、昔小学校でしたかね、道徳の時間で流れるビデオがね、あるんですよ、口笛吹いて空き地へ行った、知らない子がやってきて遊ばないかと笑っていったっていうね、歌詞だけ見たらかなり不気味な歌詞なんですけどね。不気味でしかないんだけど、どういう意味なの、いやなんかそういうね、知らない子はもういない、みんな仲間だ、友達なんだっていうね、あ、そういう教育したの、その手のそういうビデオが流されたのをうっすら記憶してますね。それが道徳の時間に流れるんですよ、知らない子が来たらみんなで友達になりましょうと、そうですそうですそうです、みんな仲間だ、友達なんだっていうね。いやだからね、不親切にする必要はないですよ、でもそのちょっとね余計なお世話が多いんだと思うのよ、日本人はね、まあ、そういうこともあろうかと思います、マネジメントの難しさという意味では、はい、で、まあ、そういうその割り切ってる人たちに対してはこちらも割り切るってことが重要 で、でその割り切った上でですね、どう、まあ、なんていうかな、効率よくお互いに、お互いを利用し合えるかっていうところになるわけですけれどもね、さてそのそういうまあ難しさはさておきですね、このまあ入管法っていうか出入国管理法ですか、これのまあ審議入り、参議院審議入り、まあ、衆議院はもうですから通りましたから、でですね今回はその、国会を延長しないということで、まあもうこれ時間の問題だと思います、野党側にはあんまり有効な手立てはないですから、数がないですしね、それから結局ですね、自民党も、もう何だか分かんないけどとりあえずこれを通そうという力がものすごく強く働きましたよ、一部の人たちはまあ反対してたとは言うものの、まあ、私から言わせれば誰も本気で突っ込んでなかったんじゃないかなというふうに思うな、残念ながらね、だってね例えばですよ、今それで、ね、私ちょっと冒頭申し上げましたように、じゃあちょっと別のアプローチをって言いたかったのはですね、この入管法が今通ってしまって4月から施行されるというのが非常にまずいというのは、まさにさっきの問題なんですよ、要するに、日本はそういう働き手の人たちをね、その個々人は悪い人じゃないかもしれませんけれども、そういう人たちを入れてきましたと、この人たちがじゃあ例えばですよ、他の国なり何なりのその勢力に利用されたりして、日本国に対して不利益な活動に携わってしまった場合、それを罰する法律はないですからね、
それから何度も申し上げているように、まあ、この出入国管理法の改正案だけを読めば、今までよりは外国人のその出入国管理は厳しくなるんだなって感じのことは書いてあるんですよ。でもその前の部分が必要で、じゃあそのさっき言ったみたいに、だって海岸線に不法上陸してきてる人すらもね、全然ほとんど多分把握できてないだろうっていう状況だったらば、でその人たちが例えば、日本でいろいろね、その人たちをまあ、言ってみればそのなんかね、要するに引きつけてる、はい、組織があっても、うん、どうにもできないわけでしょ、うん、そうやって海からその、まあ、言ってみれば身一つで上がってきた、北朝鮮の人間だって日本の社会の中に潜伏できてるわけでしょう、うん、それがね一気に私この法律一つで変わるとはちょっと思えないんですよ。で確かに新たにその出入国管理庁ですかね、入国の要するにその、まあ、外国人を管理する、出入国を管理する新しい役所ができて、庁に格上げして権限も上げ人もつけるって言うけれども、でもそれで飛躍的にね、私はその管理の方法が変わるとか、はい、力が上がるというふうに思えないんですね、現状を考えるとね、やっぱり暴風が吹き荒れてるのに窓をわざわざ開けるようなね、うん、感じでしょ。そうそうそうなんですよ。それからね、その、まあ、まずさっき言ったみたいにそういう、まあ、いわゆるスパイ防止法的なものもなければ、それからさらにそのあれですよ、あの健康保険のね、はい、もう何度も言ってるんですけれども、健康保険法の改正をなんで合わせて議論しないんですか、この時に。そこはセットでないとね。そうなんですよ。でね、やっぱり野党のその反対論を聞いてるとね、要するにその外国人の方々の人権はどうなるんですかなんて寝ぼけたこと言ってるけれどもあのね、外国人の人たちの人権を、基本的な人権を保障するというのはまず最低限ありますよ、だけど、日本人の安全をどう考えてるんですかってことなんですよ、ね、これは優先順位だね。もうヨーロッパだとかね、アメリカの状況を見ればもう分かりきってることでしょ、だからそれを言わないその反対なんてのはもう反対でも何でもないんですよ、それで結局この法案はですね、一部改正さ、一部その、まあ、この改正法案が、ほんの一部ですけれども、はい、まあ、修正されたんですよね、それは日本維新の会が、はい、この法律の見直しをもともと3年で見直すというふうに言ってたのを2年にという注文をつけて、でその修正がされたからってことで維新も賛成に回ったんですよね、だけどもともと日本維新の会は賛成ですから、外国人の労働者入れることに。で大阪はこの前ここに松井さんがお越しになった時もね、言ってたようにその特区という扱いで、すでにその外国人の人材をむしろ積極的に入れてる方なわけですよ。でそのまあ、特に外国人のメイドさんやなんかを入れて、特に何の問題も起きてませんとおっしゃってましたけれども、数が全然違いますからね、やっぱり今後増えてくるというこのね、まあ、今回の新たな在留資格を考えると、ちょっと大阪のケースが問題なくいってるからといってこれも OK というのは私は納得できないけれども、もともとそのように、はい、日本維新の会は賛成ですから、そもそもが、だから私たちが感じている懸念というものを共有しているとは言えないんですね、はい。さらにメールを視聴者の方からいただきましたので読ませていただきますね、はい、50代女性主婦の視聴者の方から、毎日楽しみにしております、恐れ入ります。アメリカで以前グリーンカードと呼ばれる永住権を取った経験があるものです、はい、うん、取得の際いわゆるフードスタンプと呼ばれる福祉等は受けられない旨、はい、サインさせられました、永住権を取ってもアメリカでは自己責任で保険も入り、自己責任で生活することを求められ、参政権もありません、日本だけが世界に排他的と思っている方々にお伝えしたいです、国民第一であることは当たり前のことです、という、強い口調の、おっしゃる通りですよ、お便りをいただきました、ありがとうございます、まあ、健康保険の制度自体がアメリカはその日本みたいな国民皆保険制度はないので、しょうがないんですけれども、以前ですね、この問題を取り扱い始めた数ヶ月前に、虎ノ門ニュースを見に来てくださっていた、アメリカから帰国したして今見に来てるんですっておっしゃってた方がですね、はい、学生時代からアメリカにいるんですけれども、
そのアメリカでは健康診断をまず受けさせられて留学生として行く場合に、そして民間の保険に入ることを、まあ、ほぼ義務付けられているというようなことをおっしゃってましたね。で、私の身内もそうです。アメリカに留学してそのままアメリカで就職していますけれども、最初の時からですね、そもそもアメリカの大学とか大学院ってすごい学費が高いんですけれども、それに加えて、まあ、若いからあんまり病気にならないので、それほどでもないかなとも思いましたけれども、でもやっぱり保険は入らないとダメだということで、健康保険入らされてかなり高い保険料を払ってましたね。ですから、まあ、それが普通なんですよね。で、まあ、アメリカのケースっていうのは世界の中で、まあ、ちょっと特別なところもあるから、じゃあ、まあ、他の国はどうでしょうかっていうと、オーストラリアも、保険に関しては、健康保険に関しては要するにその国民と永住者だけ、ということになってますね。ですから日本みたいに住んでれば OK っていうのはないわけですよ。で、何度も言いますけれども、国民健康保険っていうのはもともとは国民のものだったんですけど、昭和61年の改正で、これがその日本に在留してれば OK ということになっちゃった。この辺からもう一回やり直す必要があるんですよ。もうね。ですからね、やっぱりね、そういう点ではね、私はそもそもこれをね、まあいろいろ反対論はあったとは言うものの、非常にすんなり自民党が党内の議論を終えてね、さっさと国会に法案を送っちゃったっていう時点で、もうこれはかなり厳しいというふうには思いました。しかし、まあ今後ですね、入管法は通りましたけれども、やっぱり健康保険法の改正ですね、これはやってもらわないと困りますね。自民党の安倍さんの顔のアップに隣に掲げられてるキャッチフレーズって、日本を取り戻すだったですよね、確か。ね、そうですよね。日本を取り戻す自民党って、ポスターだったでしょ、はい、なんか片っ端から手放してませんか。片っ端から手放してる感はやっぱどうしてもありますよね。これでもか、これでもかって手放してませんかね。でね、これもね、要するにそのほら、社会保険に関して会社の社保に関して、その外国での、帯同してきてない外国に住んでる家族まで、まあ、医療のね、一部その、まあ、面倒見るという部分に関しては見直すという報道がありましたけど、ほとんど触ってないじゃない。そうですね、見直すんだったら国会で議論になるはずでしょ、並行して、全然ならないじゃないですか。一部あれですよ、議員が質問はしてましたよ、だけどあんなのは申し訳程度に触ったに過ぎないわけですよ、だからやってくださいよ、直ちに健康保険法の改正、ねそれでね、私やっぱり納得いかないのはね、これ選挙対策だとか財界対策だとか言われてますけれども、選挙対策っていつのどの選挙ですかって話なんだけど、来年のだから地方選挙と、それから参議院選挙だと言われてますよね。でも本来だったら、この臨時国会で憲法改正の発議をすべきだったんじゃないんですか。だって今最高に持ってるんですよ、議席を。で、今の政権で勝って参議院もあれだけ議席持ってるわけでしょ、なんで出さないの。わかりませんね。いや、もうそれでなんかやっぱり断念したとかって今日ニュースにね出てますけれども、だいたいね、先週ぐらいからもうダメだなと、要はその憲法改正の発議はもう難しい、そして今週の火曜日にはこれが要するに衆議院を通るっていう情報が先週入ってきたんです。で、実はですね、ここで申し上げますけれども、そうしましたら野党の複数の議員さんから連絡がありまして、私に。私週末実は東京にいなかったんですよね。で、なんか電話が随分入るなと思って、何事かなと思ったらば、その自分たちはこれに賛成ではないということを、マスメディアにも広くやっぱり訴えておきたいと、やっぱ数で圧倒されて通っちゃうかもしれないけれど、通っちゃうだろうけれども、やっぱり自分たちは反対してたんだっていうのを残したいので、記者会見をやりたいと。で、そこにその協力してくれないかって言われたから、お断りしました。いや、だってそういうアリバイ作りのためにね、私協力する気持ちもないですよ、で、実はそれと同じようなことを自民党のある議員からも言われましたね、要するにその自民党の中にも反対の声があるということを、何らかの形で伝えたいから協力してくれって、だってそんなのもうできねえすじゃないですか、それにちょっと加担する気はもうとないですと、だからその両方に申し上げたんですけれども、それであるならば、せめて健康保険法の改正を、すぐにでもね、案として出してくださいということを言いましたし、それからそれ以外にですね、この法律の問題点は、まあ
一見その出入国管理が厳しくなるというふうには見えるんですけれども、具体的なことは全部省令で決めるってなってるんですよ、うん、法務省の、はい、ということは、例えばですよ、まあそうだな、まあ、現政権もとりあえずちょっとハテナマークはつけておきますけど、昔の民主党政権みたいな政権になったらどうするんです？法務大臣が日本人の安全よりも外国人の人権だみたいなことを言うような人たちがなったらどうするんですかね、うん、あでしょ、だって法務省省令でいろんなことが運用できるんだったらば、ちょっとそこどうなんですかねというふうに思いますよ。まああの時は、まあ、思い出したくもないですけども、まあね、ですからね、韓国行って慰安婦の人たちと一緒にこデモ行進してたような人が国家公安委員長を務めてましたからね。そうなんですよね、そうそう、岡崎富子さん、岡崎富子さんね、そうでした。だからね、そういう点から考えてもね、やっぱり本当にいろいろ問題があるまま、これが通ってしまうとこういうことなんですね。まあ、あのいろいろな、ね、あのご意見あるでしょうけど、論者の方によっては最低3年で人手不足解消 できるって指摘してる人いますよね。うん、だってね、例えばその一番深刻だって言われるその建設とか土木の分野、これはやっぱり東京オリンピック終わったら少なくとも解消されますよ。ですよね、うん、でその後大阪万博っていうけど、ちょっとタイムラグあるわけですね、はい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 、だからなんでっていう感じなんですけどね。だからその間にさっさと健康保険法ぐらい改正しましょうよってことですよ。ですよね。あ、それでなんかあのもう一つある表がありましたね、はい、それもちょっと一応、まとめてくださって、はい、政府がその、はい、与野党に示した外国人労働者の受け入れ規模、はいはい、外国人労働者の受け入れ規模ですね、政府側から、まあ、国会で与野党に示した、はい、あものですね。出ますか、はい、分野別ということですよね。介護から外食、建設、はい、農業、出ますか？あ、出ましたね。はい、これですね、はい、これね、あの先日も見ましたけども、最大で34万5150人だということ、5年間でってことですから、まあ7、8万ということでしょうけれども、ただね、これを見るとほとんどの分野じゃないですかってことを言ったんですよ。まんべんなくっていう、まんべんなくっていう話で、あのドイツのかつてのね、要するにいわゆる産経の仕事を、ドイツ人じゃない外国人がもう、もっぱら担うようになってしまって、その人たちなしには社会が立ち行かなくなったっていう話以上の話ですよ、これ、本当にそうですね、大変幅広く、幅広くね、カバーされてますね。そうですね、ですから、まあ、この番組ではいろんなその、コメンテーターの方がおっしゃってると思いますけれども、本当にね、やっぱり思い切って、その人件費を上げるということについてですね、まあ、それでどうしても立ち行かないという業種があるんだったらば、そこに対して何らかの支援をするということを一時的に考えて、でも、できるだけ最小限の窓口にするべきですよ、ね、え、希望だって言って手を挙げてきた業界には全部 OK するなんていうのは、国家戦略が全くないって言ってるのと同じですからね。そうですね、もうこれだけは本当に納得いかないですね、はいはい、改めて、はい、ため息が続いてしまいますけどね、はい、はい。